だからね、はい、おお、私からよいしょはい、ということでスピーチャー鑑定団でございます。お願いします、はい、ちょっと字があるとあんこさんが顔は見えないね、すいませんねどこに置いてもちょっと邪魔っていう、はい、すいません、はい、いろいろ考えます後でデザイン等をね、はい、ということで、おはようございます、こんばんは、すいませんあの TD でございますけどね、スピーチャー宗教研究家の TD でございます。今日もですね、私監修のもとですね、スピーチャーカウンセラーの皆様に来ていただきまして、まあ、カウンセリングを行うという趣旨の、まあ、スピーチャー鑑定団というテレビなんですけど、まあ、あんまりこういう時にない、あるようなないようなところがあるんですけど、あったりなかったりするんですけど、まあ、すごく長くやってるということで、まあ、5年近く続いてるというところでは面白いなと思うんですけどね、はい、まあ、気軽にね、その鑑定団 のスピーチャーカウンセラーの皆さんにですね、あの受けてもらって、まあ、無料で受けてもらって、試食していただこうというテレビでございますね、はい、ということで、よろしくお願いします。チャットの方にも今日来てるのかな、押田あかりさんが来てますね、ありがとうございます。あと誰か来てるかな、あ、アメタマさんとアプリコットブレーンさん来てますね、ありがとうございます。あと他の人も来てるかな、あとは来てない、あとは、あ、さっきアマモンさん来てるって言ってなかったっけ、アマモンさん来てない、アマモンさんいらっしゃったと思います、いた、はい、ということで、チャットの方でもね、今日始まっておりますので、よろしくお願いいたします。はい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 、お願いします。ということで、いくつも今もうね、あの質問とか来ているようなので、よろしくお願いします。例によって、例のごとく他の人、先生に来た質問もですね、ちょっとピンときた場合は答えてしまっていいというシステムですので、よろしくお願いいたします。はい、はい、またね、自分のがちょっと少ないぞっていう時は他の人をちょっと取っちゃっていいですからあの、別にあのそれはダメってことはないんで、はい、であとそうですね、はい、なんかいろいろ来てますね。夏さんがスカイプどうしたら入れるんでしょうって書いてあるけど、夏さんどこら辺スカイプ、初めの方かな、一休さんとかがあって、はい、夏さんカタカナで夏さん、あ、夏さん、よいしょ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 、どれかな、テリーさんので友達検索してた、よいしょ、はい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 、これはね、はい、これはね、朝、昼間のとこだと思うよ。あ、そうでしたか、うん、5時間前だから大丈夫、すいません、はい、はい、ということで、始めてまいりたいと思います。はい、鑑定士の先生できてる人と、あ、じゃあ、自己紹介、すみません、テレビの方の先生自己紹介いきます、ビシャッ、はい、はい、今日じゃあ誰、あんこさんが行く、番、あの順番で、あの重鎮のあんこさん、はい、よろしくお願いします。私ですね、はい、はい、あ、どうも、こんばんは、梶岡あんこです。私は過去生からのメッセージということで、お伝えさせていただきますので、よろしくお願いします。今日カメラがちょっとあれなのか、ふっくら見えますね、ふっくらなんかそうですか、いやちょっとふっくらかも、はい、あ、本当あんこさんになってますけど、はい、あんこですすいません、すいませんね、はい、いえいえ、はい、じゃあさゆりさんどうぞ、声ミュートです、はい、これで。皆さんこんばんは、さゆりです。今日も道しるべビジョンをお伝えさせていただきます。なりたいご自分、乗り越えたいご自分、理想系のこうなりたいっていう風に胸がドキドキするようなね、ご自分の、イメージをお知らせください。美しいビジョンをお知らせします。あとメッセージも、光のメッセージもお伝えします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、はい、次は川中あんこ、川中雅子さんですね、はい、はい、こんばんは、はい、よろしくお願いします。どういったことを今回とかやられるんでしょうかね。ああ、そうか、普通は何をやられてる方ですか。普段は、はい、過去性リーディングと、過去性リーディングきた、うん、とあと守護三在リーディングと、ん、守護三在リーディング、そうですね、お守りについてる方のリーディング、
守護存在って何ですかね。あ、存在、あ、守護存在リーディング、はいはいはい、それと、はい、あとまあ亡くなった方、はい、からのメッセージ、はい、をお伝えします。はいはい、わかりました。はい、はい、ということで、じゃあ今日やっていただけるのはどちらになりますでしょうかね。じゃあ守護存在を、はいはい、お守りの方からのメッセージをお届けします。はい、じゃあちょっとチャネリングっぽいってことですかね。ですね、ほぼ、はい、チャネリングだということでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、受けてない方いらっしゃいましたら受けていただいて構いませんので、よろしくお願いいたします。はい、はい、新しい方とか今日来てますんでね、またよろしくお願いいたします。まあ、はい、チャットの方では今、ね、アプリコットブレイさん、アメタマさん、あとはあかりさんがね今ちょっとやってくれておりますね。はい、あかりさんよかったら入ってもらっても大丈夫なんですけど、まあ適当にね、よろしくお願いします。はい、で赤井さん一生懸命来てくるんだけど、最近ほら表出てこないからさ、忘れちゃうからさ、出てよ、いっぱいいても来ていいんだから。うん、はい、ということでね、気づかないでくださいね。はい、ということで、できました方からやっていこうと思います。先生方ね、手とか上げて、手とか足とか上げていただければ私が呼びますから、それで切り替えますんで、よろしくお願いいたします。スピーチャー鑑定はでっかいかな、ね、ちょっと場所変えよう、場所じゃなくてね、よしよしよし、いろいろ変えます、ちょっと今日だけね、ポンポン、あ、ちょっとこれね、こうすればいいんだよね、ちょっとちっちゃいのですよね。はいはい、わかりました。こうやっていろいろ工夫してるティティでございますけどね。じゃあこっちをちょっと大きいやつにしちゃおう、よいしょっと、ポン、あ、これちっちゃいね、こっちこっち、ボン、ちょっと大きいのしておきますね。はい、ということで調整していくという感じでございますね。はい、今日ね、守護メッセージって どんな感じかな、面白そうですよね。うん、予言の人来ないね今日ね。言ってまた言っちゃったりして、予言の人いないね今日ね。予言の人はさ、今日、うん、ほら、台湾じゃなくって、あ、そうか、旅行行っちゃったんですか。旅行ってお仕事ですね。今日ギリギリぐらいに帰ってくるって言ってましたから。あ、そうだそうだ、なんかそうですね。はい、はい、まあ、もしくは羽田とかにいるかもしれないですね、今ね。はい、もうね、ギリギリぐらいに帰れるかもって言ってましたから。はい、完全に忘れてた俺。はい、よろしくお願いします。大活躍されてますね。はい、今鑑定士の皆様が見ておりますね。少々お待ちいただければと思いますけどね。出た方からやっていくという形になると思います。はい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 。ちょっと見ておりますね。待ってくださいね。よいしょ。じゃあ、お一人よろしいでしょうか。はい、はい、京子さんなんですけれども、まあ、今までなかったのに、先週お茶碗がたくさん割れたり、お醤油のポットをひっくり返したり、いろんなアクシデントがありましたっていうことなんですけれども、まあ、こういうね、時期って、まあ、あるんですよね。慌て、どういうのかな、ブランディングができていないとかね、まあ、例えば、ちょっとこう、何か一つあったら、それで、こう、そういうのを引き寄せてしまったりとかっていうのがあるんですけれども、あまり何かあるとかっていうような、意味があるとかっていうような感じで、そこへ、神経を、集中させ、意識を集中させるよりは、あ、そういう時は、あ、ちょっと、深呼吸をして、ゆっくり穏やかに落ち着こうとか、まあ、まあ、こういう時もあるかなっていう程度にしといた方がいいですよ。いいところにもっともっと意識向けていくところがいっぱいあるので、あまりその良くないことにあまり意識向けない方がいいかなっていうところですね。はい、そういうことです。すいません。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、ちょっと京子さんの、あの過去生からのメッセージをちょっと見せてもらっときます。はい。はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、見に行ってますね。すいません、気が散ると思うんですよ、最初ね。やり方ちょっと分かんないかと思うんで。できたら言っていただければと思います。はい。あ、できました？はい、じゃあ、サルさん行きます。はい。パールさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。さゆりさん、こんばんは。トラブルに巻き込まれない幸せで楽しい人生のビジョンをお願いしますということで、パールさんが穏やかでご自分の中でもう生き生きとされるね、これは幸せだなと感じるような充実した人生を歩まれている、そのための道しるべビジョンを見させていただきました。いや、一面の広い青空でした。ただ雲がある青空でした。ね、昨日、今日ね、綺麗なあの雲の空とか、ね、いっぱい関東では見れたんですけど、どこまでも広い雲のある青空でした。で、メッセージが全体を見るというメッセージでしたね。少し過敏になっている、あの細かいところもあの感じ取られているところがあるようで、すみません、続けます。このヒューヒューの音いいですかね。あとね、実は川中さんもね、実はあの、はい、答えてないときはね、ちょっとミュートボタンを押しといてください。そのビデオボタンの右側の隣にあの、マイクのマークがありますので、それをバッテンして自分の声が入らないようにしといてください。よろしくお願いします。はい、まあそれやっとかないと他の鑑定のときに、ね、色ノイズが入ったりしちゃう場合があるんで、よろしくお願いします。空の話をしてたんで、ああ風が吹いてるのかななんて思いながらヒューヒュー聞いてたんですけど、すいません。はい、続けますね。パールさん、すいません、全体を見るということで、例えば、まあ、トラブル、ついてないことが2回重なってね、まあ、やっぱりついてないって、まあ、思ってしまうあの流れがあるかもしれないんですけれども、どちらとも取れないこと、まあラッキー、アンラッキー、微妙な線だなっていうことも気分次第で、まあ、アンラッキーって取ってしまうこともあると思うんですよね。そういう時に、まあ、ついてないついてない、多分細やかなね、全て感じ取ってしまわれるというところが来るのかもしれないんですが、そういう場合にちょっと面白いゲームが、幸せの発想ゲームというのがありまして、一応幸せに置き換えてみるんですよ。何かあった時、トラブルでも何かあった時に幸せの部分を見つけてみる。で、それを見つけてみて、見つからなければまあ、落ち込んでみるとか、ちょっと面白い遊びなのでやっていただくといいかもしれません。雲がある青空、それも素晴らしい青空、広がる青空、自由だったり、素晴らしいエネルギー、素晴らしい日、素晴らしい恵みの雨が降り注ぐ空ということを、メッセージでお伝えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、いいですか。はい。先ほどの京子さんなんですけれども、まあ、いろいろなアクシデントがあるっていう方なんですが、今ね、ちょっと、見せていただいたら、本当に、美しい、天使が、こう、あなたに向かって、こう、壺からね、金のような、粉のようなものをね、いっぱいこう、降り注いで、送ってるんですよ。で、だから、そう、ガイドがね、あなたに必要なものをね、注いでいますよっていうので、で、落ち着いてね、しっかり、受け取ってくださいねって言ってますよ。はい。だから今、すごく、いいものいっぱいね、いっぺんにこう、バッ、ドサーってきたもんだから、ちょっと受け取りにくかったかもわからないんだけれども、落ち着いてね、しっかり受け取ってくださいっていうメッセージでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
川中雅子さんってできました？誰か。あ、ミュート解除お願いしますね。はい。どなたかできましたでしょうかね。特にメッセージとかはないですけど。あ、メッセージ来てないんだ。うん。あ、すいません。雅子さん来てますよ。どこにある、どこで見れる。チャットで。うん。ね、長いチャットのあれがあって、はい、ちょっと待ってください。短いとね、見えないんですよね。うん、そしたらね、チャット長をあげようかな。また送ってあげてください。これ今、スカイプのチャット欄のところに、はい。今、URL を流しましたけど、これをクリックしてもらうとチャットが全部出ますので、今、放送中に視聴者から来てる。そこで、依頼が、下の方が古いやつですね。これかな、雅子さんってやつかな。そうです。そうですね。はい。川中雅子さん、はじめまして。守護存在メッセージをお願いしますということですかね。そうですね。そういうのが来てるやつなんで、多分この古いやつにもあるんで、好きなやつを、全員やる必要ないんで、自分がピンときた人だけやってください。あ、じゃあ、一番最初に見えたこの方？はい。ですね。これ、最後の、お名前とかは全然ないんですね。その左上に名前入ってます。あ、ちいさん。はい。ました。ちいさんの、守護存在からのメッセージを、そうですね。今年9月までにまとまったお金が必要で、そのために、具体的に私ができることは何かを知りたいのですということですね。ちょっと待ってくださいね。これね、守護存在の方がおっしゃるに、もうお金は用意されているので、必要だということではなくて、もう準備されているということを気づいてほしいということのメッセージが来てますね。準備しなくてももうあなたの中にお金は用意されていますので、お金ではなくて目的に対してもっと強くコミットしてほしいということですね。お金ではなくて、そのお金で何かをするということの、その目標物に対してもっとそれに何かなりたい、何か学びたい、何か自分のものにしたいというところに強く強くコミットすることで、お金は後からついてきますので、ぜひまずはそのまとまったお金の目的ですね、そちらが達成できるというふうに強く思ってくださいということを言われました。はい、こんな感じでございます。はい、ありがとうございます。はい、でまたできましたら呼んでください。はい、できましたっていう感じのところで呼んでいただけるとすごく助かります。あ、はい、はい、今また3人の方が見てらっしゃいますけどね。はい、ということで、鑑定団始まっておりますが、今日は新しい、川中雅子さんがね一人加わっております。今日、守護霊から、守護存在からのチャネリングということで今日入ってくれておりますね。はい、基本的に、スピーチャー鑑定団は自己責任でやるという、ね、使っていただくところですので、よろしくお願いします。自己責任ってなぜ自己責任なんかっていうと深いんですけど、やっぱりメッセージっていうのはその人にとってそのやっぱり来てるものなので、それをどう使うかっていうのもその人に関わってますし、やっぱりね、スピーチャーの成長していくときに自分がやっぱり変化していくっていうところを選ぶんですが、それはやっぱり自分がなんかも、問題、今ちょっと初心者的な人詰めで申し訳ないんですけど、自分に問題は何かあって、それを改善するために自分を変えるって作業をしなきゃいけないわけですね。で、その時にやはり自分が問題、何かしら問題があるからそれを変えるっていうことで、この自己責任で捉えていかないと変えようっていう力が出てこないんですよね。つまり、よく多くの人が、世の中の人は外側の問題が悪いから私がこうなってるんだって責任、自分は変わらないって、他の人が変わりなさいっていう人がほとんどなんですね。でも実際にはもうお分かりだと思うんですけど、スピーチャーの人はね分かってると思うんですが、自分が変わらないと世の中が変わらないってのはもう分かっ
ってるんですね。だから、まあ、自分を変えていく作業をするっていうところなんで、まあ、自己責任でやっていく必要が出てくるわけなんですけどね。まあ、ということでよろしくお願いしたいとなと思うんですけどね。はい、ということで今先生方が見てくれております。まあ、チャットの方でもね今日いっぱい来ておりますけどね。はい、まあ、ね、来てますね。チャット今日いっぱい来てますね。すごいですね。アプリコットブレーンさんとかね。はい、アメタマさんとかね。はい、あかりさんが今書いてくれてますね。はい、どこ行っちゃったかな。じゃあいいですか。はい、じゃあ、ももこさんって、ももこさんのお母さんが、メッセージを欲しいとおっしゃってるようなんですけれども、はい、ももこさんのお母さんという方は、本当に、イエス様の、になんか、強くこう、まあ、心を、なんていうのかな、刺激を受けたっていうような方で、で、まあ、女性だったんですけれども、やはり人に、優しく施しようっていうような、ところの強くあった方で、みんなにこう、自分のものを分け与えるようなことをしていましたよっていう、ところが、姿が見えました。まあ、今もね、ひょっとしたらこう、人に優しく施したいっていうふうな、意志がすごく強い方かもわかりませんね。はい。またそうやって、自分が気になることとかされていくと、どんどんこう、本来の、お母様の、力っていうのが出てくるっていうことです。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、今皆さん見ておりますので少々お待ちいただければと思います。はい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 、なんか質問ありました？ティディに質問ありました？書いておいてもらってもいいですけど私質問だったら答えます、いろいろね。もうスピーチはもう15年近く関わってるんで、どういうふうに使ったらいいかとか分かりますしね。あと、いいチャネリングを受けるためには、やっぱその人の受けるあなたがですね、いい心持ちでいると非常に綺麗なのが来やすいんですよ、実は。チャンネリング出す人と、その出してもらう人の掛け算効果で効果が出るので、でやっぱりご成長されてればされてるほど、そのいいメッセージが来やすいんですよね。あと、そういった先生に会う確率が高いっていうかね、あと出てくる、そこで出てくるやつもいいのが出てきやすい。高度なものが出てきやすいっていうのがあったりしますけどね。はい、聞きました。はい。じゃあよろしくお願いします。はい、美咲さん、守護存在をということでしたので、今、鑑定させていただきました。外側から見る感じでいきますと、白くてベールをかぶった、俗に言うマリア観音に似てる方が見えます。でその方はすごく慈悲深く皆を見守っているので、美咲さん一人ではなくて、美咲さんの周りにいる方、ご家族、ご親族を全て割と大きな目で、大きな手で、大きな愛で、守護をさせていただいている方だと思います。でその方はとてもお花とか美しいものがとても好きでしたので、多分美咲さんもそういったものがお好きなんじゃないかなと思います。ですからお花を見たり綺麗な絵を見た時に、その気持ちをそのまま受け止めて、美しいものは美しいと感じられる、その心をいつも支えていただいてありがとうございますという気持ちを持っていていただくと、やはり守護存在の方っていうのはそういうところでつながりを深く感じて、喜んでまた美咲さんのお手伝いを、まあ、楽しくですね、楽しく
美咲さんが過ごしていくためのお手伝いをされていくかと思いますので、ぜひ美しいもの、綺麗だなと思うものをよくご覧になってください。ちょっとやっぱり心も安らぎますし、みんな喜ぶというポイントになりますので、ぜひそれをよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。はい、さゆりさんある？はい、ありがとうございます。はい、いくさん、いつもありがとうございます。さゆりさんへ、世界一の美女と結婚したいのですが、何かいいビジョンが見えればお願いいたしますということで、ありがとうございます。もうどんなお願いでも皆さんウェルカムですので、ただ、ご自分の胸に手を当てて3回そうかなそうかなと考えて感じてみてくださいね。それでもそうだなと思ったら、ぜひ、望まれるどんなご自分になりたいかをお知らせくださいね。一休さんのように、ありがとうございます。一休さん、一休さんの、本当に、まあ、愛する人と、幸せになる、それも世界一の美女ということで、道しるべ美女を見させていただきました。球体の青い、濃い青の海でした。球体の海でした。でこの、そうですね、メッセージをいろいろ聞いてたんですけれども、まあ、少し複雑なメッセージというか、順を追ったメッセージでした。でまず世界一の美女というふうな ことを言うと、まあ、顔が綺麗とかスタイルがいいとか、まあうんまあ、性格もいいっていうのもあるんでしょうけれども、一般的な、世界一の美女っていう風なイメージを感じた時に頭が痛くなる、一休さんの頭がちょっと重く反応されるようで、どうも解釈が違うような、そんなイメージが降ってきました。でただ奥底で一休さんは分かってらっしゃいます。もうビジョン入らせていただいた時にわーっと光が溢れてきたので、ご自分では分かっている。で、まあ、海で例えて言ったら、まあ、普通平たいね、平面というかビーチとか海を 見た時にこう平行線に見える海、それはビーチの長さが広いとか色が綺麗だとか、ついつい外見、言ってしまうけれども、その固定観念を外す、海が球体でもいいじゃないかみたいな、そんな丸くたっていいじゃないかみたいな、そんななんかいろいろ追加のメッセージが来ました。で、固定観念を外すことで、その球体の海が本当は美しい美しい地球だったということにね、愛する地球だったということに気づかれるはずです。もっと広がりそうですが、いかがでしょうか。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ次ですか。はいはい、はい、じゃあパールさんなんですけれども、息子さんが結構問題を起こして家族を巻き込むということで、お悩みのようなんですけれども、ヨーロッパのフランスの方の昔のこう風景が出てきて、ちょっとお母さんがこう男の子の手をギュッて引っ張ったり、悪いことをしたらギュッて引っ張ったりとかして、結構厳しいお母さんだった。まあ生活も大変だったし、忙しかったし、本当に大変だったからっていうようなことなんですけれども、でもやっぱりね、ちょっと厳しすぎたなっていうのがあって、そしてまあ息子さんも本当にこう愛されてるっていうことをもっともっと実感したいっていうことで、でお母さんは今世息子さんに優しく接したいと思って生まれてっていうかお約束して来られてるし、息子さんは
信頼できる、何をしても僕のことを愛してくれてるんだねっていうようなことで試そうとしてるというか愛されてるということをもっともっと実感したいというふうに思ってられるみたいなので、本当にどんなことがあってもまず愛してるっていうようなこと、大切に思ってるっていうことがちゃんと伝わるような接し方をするといいですよっていうことです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで見に行っておりますので少々お待ちください。私ありがとうございます。はい、ミュートかな？ミュートと思われます。音が来てないですね。音が来てないですよ。音が来てないです。すいません。ちょっと今音が来てないんで、ちょっと今、放送事故になってるんで、ちょっと止めます。私の、ちょっと、ミュートになってます。すいません。ミュートになってます。ここ。音が来てないです。すいません、ダメだな。じゃあチャットで、まさこちゃん、まさこさんミュートだよ。あれ、こっちの声いかないのかね。ミュートでも行くんだけどね。おかしい、僕の声まで来ちゃってるのかな。多分ミュートがわからないんじゃないですか。ミュートのどこだっけ、画面が。さっきやってたんだけど、あ、じゃあ多分いじっちゃったんだね、いろいろ多分ね、スカイプのね、画面がいっぱい開いてるとは。Windows が動いちゃったんだね、きっとね。スカイプどっか行っちゃった。どっか行っちゃいました。しょうがないですね。ありがち。でちょっと終わるまで待ってましょう。本人が分かるまでしょうがない。あ、なんか笑ってるけど、笑ってるか、聞こえてるのかな。聞こえてるのかな。聞こえてるっぽいけど、ミュートだけ分かんないのね。ミュートだけ分かんない。 OK。 あ、 OK。 あ、そうそう、聞こえてるんだわ。はいはいはい。じゃあ他のできてる人います？まだです。できてない。はい、分かりました。ちょっとミュートが分かるまでね、しょうがないですね。あとは上行ってミュート解除するボタンとかなかったっけ、スカイプって。例えばね、あ、すいません、あるような気がする。スカイプの、まあ、あるある、上にもある。コントロール M でも、あ、コントロール、すみません、コントロールプラス M でもね、ミュートできるよね。例えばプラス M、そう、コントロールプラス M、コントロールをしながら M を押すとミュートになりますね。なります、なります。今実験しましたけど、
ね、だからいちいちクリックしなくてもキーボードでもミュートできるってことですよね。これ覚えとくと便利かもしれない。ん？逆は？もう一回押せばいいの。あ、もう一回押せばいいの。そう、あれコントロールプラス M、 あ、コントロールを押しながら M キーを押すって意味です。あ、Mac はコマンドかな。上見て、あのあてか見せて、あのそのそのミュートっていうところ、上の方のリストの中のとこで、あのミュートの時のキーボードの方やり方書いてあるから、横にそれ見てください。すいません、 Windows と違うんですいません。はい、はい、またゆっくり、はい、はい、よろしくお願いします。あの例えばさ、あの川中さん、すいません、画面、あのスカイプの画面に矢印を持ってって、あ、来ちゃった。そこでクリックをしてコントロールと M キーを押してもミュート解除になりますよ。コントロールと M キー、あ、直った直った、はい、できました。はい、聞こえます。聞こえます。で、あと隣のビデオもオフに今しちゃったので、ビデオオンにお願いいたします。はい、ビデオのマークの隣が前、うん、あのミュートのボタンだったんですけど、はい、なんかここがね、ミュートオフって言っても全然ならなかったんで、はい、わかりました、はい、じゃあ鑑定いきます。そうですね、今のちょっと一つお願いがあるんですけど、カメラの位置を、はい、よくそのチャットの画面見てらっしゃると思うんですけど、そこの上にカメラを持っていくことできないですか。チャットの上、位置が目線がずれちゃうんですね。なるほど。カメラをそのモニターの上に持っていくことできませんかね。カメラモニターこういうこと？そう、よく見てる画面の上にカメラを持っていくこと、うん、そうするとお客様と視線が合うので、あ、こういうことかしら。そうですね、大体そんな感じです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ごめんなさい、吹っ飛んじゃった今。はい、すいません、吹っ飛ばしてしまいました。はい、どこだっけ、どこを見るとチャットが出るんだっけ。これチャットどこでしたっけ。それわからない。どこの Windows だか私はわかりません。はい、行きます。大丈夫です。はい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 、ました、ですね、目悪いですか。うん、悪い。あの目悪いと、あの今 CM でやってるコンタクトレンズの CM ですごいこう、うん、怖い顔になるんですけど、ゆっくり見てるときに、うん、まあこういう顔なんであれなんですけど、ですね、どれだったかな。あ、ですね、あと今、そっか、もうカメラの位置がもうちょっとまたずれて、まあいいや、ずれてます。もっとそこで言うと左ですよね。位置的にもっと左、よく見てるそのチャットの上に、チャットの字の上の方に持ってきてくれると分かります。はい、はいはいはい、そうすると目線が合います。はいはい、はい、よろしくお願いします。はい、こんな方だな。みちさんというか、みちさんからで、川中さんメッセージお願いしますって方なんですけれど、うん、守護存在は、すごく若い感じの竜が見えるんですね。で、その若い竜が、いらっしゃいます。でも、これから一緒に、こう、成長したいということを言っているので、空とか見上げた時に、よくこう白くたなびくような雲、それも、竜の化身だったりとかしますので、ぜひそういう時には、自分は守られてるんだな、お任せしますということを伝えてほしいということでした。で、もうなんて、自分には何も守られてない、自分は一人ぼっちなんだってぜひ思わずに、見えない存在もみちさんのことを
陰ながらいつも支えてるんだよということを覚えていてほしいということでした。以上でございます。お待たせしてすいません。はい、ありがとうございました。あんこさん行く？まだ？さっき の, パールさんの件なんですけれども、はい、ま、息子さんが愛されていないと感じてるっていうよりも、もっともっとこう愛されてるっていうことをなんかこう実感したいって思われてるようで、で難しいと思わないで愛してるよっていうのを表現してあげるといいですよって。特別なことは、ね、そんなしなくてもいいですよ。甘やかしたりとかっていうようなことはする必要はないですけれども、まあそうですね、息子さんがもうやす顔を見なくてもいいのでね、毎日ね、こう息子さんが前にいるとイメージして、愛してるよって、あなたのことをいつもね大切に思ってるわよ、息子さんがもし耳に入ったら喜びそうなね、そういった言葉をねどんどんねかけてあげるといいですよ。特別なことはしなくていいので、そういう言葉をね、愛してるよって、大事に思ってるよ、元気でいてねとか、そういうねいい言葉をいっぱいねかけてると、どういうのかな、エネルギーってというか、あとお母さんもそういう言葉をいつもいつもね口に出してると、顔を見た時にねポッとねそういう言葉もね出やすくなりますから、そういうことでいいと思いますよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、はい、見ていらっしゃいますね。はい、ということでまた TG に戻りましたけどね、なんか TG の質問来てるかな、来てないか、どうだろうね、うん、はい、うん、いろいろ来ておりますね。はい、ということで、よいしょ、ちなみに今ね、先生方がチャットに今いらっしゃるんですけど、チャットのところで先生のところの名前をクリックすると Facebook に飛びます。で、先生とお友達になることもできますので、うまくねそこでこの先生いいなと思ったらお友達になっていただけるといいかなと思います。はい、だいたい先生のところの、ね、名前が緑色になってると思うんでね、それは Facebook 経由で来てる方ですね。そうするとお友達になれますんでね、何かの時に相談することができるかなと思いますね。はい、あ、さゆさんありがとうございます。はい、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 ありがとうございます。松さん、さゆさん、小動物のようにビクビクおどおど緊張して固くなってしまうことが多いです。リラックスして堂々といられるようにメッセージのビジョンをお願いしますということで、松さんが、緊張するとね、体が負担かかったり、どこか重くなったり痛くなったりね、ちょっと辛いですよね。どなたかとねお話しされるときに、もっと心から、笑顔になれるような、そんな、ビジョンを見させていただきました。マスさんの道しるべビジョンは、動きがある2つのビジョンです。まず1つ目は氷河のドラゴン、氷河でできた、竜ですよね。ちょっと水色がかった、いてつく氷で竜を作っている、そんな心に、ドラゴンを抱えている、寒い中一生懸命それを必死で作っているみたいなね、緊張にも似たイメージなんですが、そこがそのドラゴンが溶けるんです。溶けるんです。溶けて春が来るんです。ご自分の心の中にいてつくその周りとの距離だったり、ちょっと怖いというか、いろいろ
過去にあってとか、勇気というかそのリラックスできないというところのね、まあ、囲いのようなものなんですけれども強く見せていて、いてつく中のそのドラゴンが一瞬で溶けるんです。春が来るんです。でメッセージはもうそのもの、氷を溶かすということで、ご自分の中の氷を溶かせば喜びの春が来るんです。そして春は全ての人に恵みを分け与えます。それは笑顔につながります。マスさんが、ご自分の本当の春のようなね、柔らかい笑顔を見せられること、ね、周りに笑って見せること、それがもう、緊張や警戒やそういうものからはどんどん離れていく、リラックスして楽しくて笑顔になるという、そういう一歩につながっていくと思いますので、ちょっと動きがあるんですけれども、その氷が溶けるというようなねビジョンをぜひ、思い浮かべてみてください。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。はいはいはい、よろしいですか。はい、行きます。はい、はい、金冠さん、雅子さん守護存在からのメッセージをお願いしますということでしたので、金冠さんの、守護存在はの中で一番大きい存在は、今白虎です。白い虎が見えます。でその白い虎は、金冠さんはもっと今自信を持ってほしいと、自分はもっとできるんだよということを信じてほしいということを言っています。何かにつけちょっと寂しくなるようなことはあるかと思いますけれども、ご自分の中の自信が持てないときはやはりちょっと寂しい時もありますけれども、その虎がもっと強い意志を持ってほしい。あなたはもっともっとできるはずだから、これくらいで諦めることなく、もっと前に力強く進んでいってほしいということを、受けたまりましたのでお伝えいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。アンクさんお願いします。はい、すずさんなんですけれども、まあ、息子さんが不登校になってしまったっていうことなんですけれども、まあそう、私たちはね、こう、地球上で何回もこう生まれ変わったりとかするんですけれども、まあ、時々宇宙とかそういったところに生まれ変わったりとか、まあ、いろんなところに生まれ変わりながら、こう、魂磨いてるんですけれども、まあ、今、息子さんに関しては、地球以外の星の、影響というか、まあ、そういったところの、記憶というかが強く出てるような状態でしてね。で、まあ、普通に、されてるんですけれども、まあ、周りの人からは、ちょっとこう、普通じゃないように見られてしまうということで、で、自分は特に目立とうともしていないし、してるんだけれども、まあ、なんか、こう、変な目で見られてしまうっていうか、悪い意味じゃなくって、なんか特別な目で見られてしまうということで、まあ、ちょっと馴染みにくいというふうに思われてるみたいなんです。で、今ね、不登校ということなんですけれども、まあ、特に無理をさせないような感じで、いろいろと、こう今興味が持てることであったりとか、その、息子さんの心がね、ちょっと穏やかに落ち着くようなところをお母様も一緒に力を入れていかれたらいいと思いますよ。で、才能もある方ですし、とても素晴らしいところいっぱいある方ですから、これから少し落ち着いたらまたね、自分らしさを取り戻してされていくと思います。で、守護されている方もしっかりした方が守護されてますので、信頼されていくといいですよということです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということでまた見に行っております。はい、またちょっと読んでみましょうね。
特にはちょっと来てないですね。今まだ鑑定書もやっておりますので、ちょっと少々お待ちくださいね。はい。はい。皆さんちょっと見ておりますね。はい。おりますね。よろしくお願いします。はいはいはい。あ、小さいな。はい。今見ておりますね。あ、あんこさんよろしくお願いします。あの、たんちゃんなんですけれども、あのお母様とのまああの過去性の関係とか、あの今の取り組み問題ということなんですけれども、あのまあそう見えてくるのが、そうあのまあヨーロッパの方のあの。まあ、ごく一般的な、あの、家庭の、あの、状況が見えてくるんですけれども、まあ、あの、その時はね、あの、ルンちゃんがお母さんだったらしくて、あの、お母様があなたのお嬢さんだったっていうんですけれども、でね、本当にね、あなたはね、そのお嬢さんをもう可愛らしくて、可愛らしくて、もう本当に可愛くて、可愛くてって言ってるんですよ。でね、またあの、お嬢さんもすくすくとね、成長されてね、とてもいい、あの、お嬢さんになる、育たれて、で、あの、まあ、あの、とてもいい、あの、親子関係だった。っていうことで。で、あの、まあ、本当に仲のいい、理想的なね、なんかいい、あの、親子関係だったみたいですよ。で、また、あの、今ですね、今、あの、特にその、取り組むということなんですけれども、まあ、あの、今度は、あの、反対に、その、あなたのお母様があなたのことを、とてもね、あの、可愛い可愛いっていうふうに、あの、言って、してくださってると思うんですけれども、まあ、あの、まあ、お互いね、すごく、あの、強い結びつきのようなんですけれども、まあ、あの、そう、少しずつね、こう、ちょっと、あの、お互い自分のことを、あの、大切にするというか、あの、お互いに、こう、思いやりはあっても、あの、自分の、生活であったりとか、あの、自分自身の、目的であったりとかっていうことを、あの、少しずつ考えていくように、あの、していくといいですよ。はい。ありがとうございました。できました。はい、ありがとうございました。どなたが行きますか？はい。はい。行きました。はい。よろしいですか？はい。ササヤンさんからで、雅子様こんばんは、守護存在はどんな方と、とメッセージをお願いいたしますということだったんで、今、リーディングさせていただきました。ササヤンさんの、守護存在は、父方のおじい様、3代前ぐらいに当たられます。とてもおじい様は、自由の少ない職業を選ばれました。これは、あの、世襲制というか、もう後を継ぐしかないという職業の選択をされたようです。そして、メッセージとしては、もうあなたには選択の自由が手に備わっている。ことに
気がついていないですよ。誰のためでもない自分の生きてほしいということを、お伝えしてくださいということをお願いされましたのでお伝えいたしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、さゆりさんいきますか。あ、はい、いいですか。はい、お願いします。はい、折星さんありがとうございます。さゆり様こんばんは。まだ見ぬ君に早く会いたいです。ビジョンお願いいたします。素敵ですね。折星さんのまだ見ぬ君、あ、素敵な方なんでしょうね。道しるべビジョンはちょっと ユニークというか可愛らしいんですけれども、あの自転車なんですけれども車輪がレモンの輪切りのようなね、レモンの輪切りでできてる自転車なんです。とにかく爽やかなんですよ、フレッシュなんです。でメッセージは、軽やかな風、小さな自然というようなね、遠出しなくても、自転車でちょっと行ける自然のところとか、少しあの風通しがいいところとか、そういうところに、ラフな、例えばスニーカーとかストライプのシャツとか、そんな、風景ですね。そんな風景が見えてきました。でその、レモンの自転車なんて、ありえないものなんですけれども、それを浮かべると、わー、なんか爽やかで、ときめくというか、あの美しいね、レモンイエローで、それがあの軽やかに動いて、風があの爽やかな、そのフレッシュな香りを運んでくれるみたいな、そんな、もうあのご自分の心の奥から、そんなフレッシュなイメージ、そんなフレッシュなこのビジョンを常に、時々、常にというか時々思い出されて、ああ素敵だなというふうに思われていると、どんどん素敵な声がやってくると思います。ありがとうございます。以上です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいいですか。はい、はい、あの丸さんの、あのメッセージなんですけれども、あの過去生では、丸さんもちょっとヨーロッパの方の方なんですけれども、あのシスターだって。で、あのみんな子供たちの前でこうなんか優しくね、こうなんかあの絵を見せながら、歌を教えたりお勉強を教えたり、そういったことをしているような、そういう姿が見えるんですね。とても優しくてね、子供たちのね、憧れの的のね、あのとてもあのいいあのシスター、あの先生だったっていうことですね。で、あのこれからはね、いやもうあの子供たちもいいんだけど、あの大人の人たちとあのたくさん付き合っていって、またあの違うことをこうあのコミュニケーション取っていくっていうようなことをね、あのしたいって言ってますよ。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さゆさん、なんかある？ない？大丈夫？今見てらっしゃいますかね。はい、あの何かありましたらよろしくお願いします。はい、ということで何か来ておりますかね。さっき来てましたね、 TD ね。これかな。シリさん、 T さん、自分の感覚を前面に信じて感じた通りに行動するのに徹しても自分の成長は早くなりますか。あの基本的に人間ってのは全部自分が選択してるはずなんですよ、全部。例えば人のアドバイスを受けてやるやらないっていうのもやっぱ自分の選択でやってるはずだから、本当は自分全部自分で選択してる感覚を信じて実はあの行動してるはずなんですよね。だからもしそれでやれば、で人のせいにしないってことです。その時選択したものが自分がそうだとキャッチして、その選んだことも人から言われてこうじゃないですかって選択して、あの選んだことも全部それは自分の責任でやっていくってことですね。そうすれば
その自己責任ということがやっぱりしっかりしてれば成長は早くなると思いますね。で多くの人がその自分で選択した責任を、人のせいにして成長しないっていう状態になってしまうので、それはね気づくと早く上がると思いますよ。はい、ね、さっきなんかチリンチリンって音もしてましたね。なんか天使がどっかに来てるのかもしれないですね、うん、もしかしたらあんこさんの部屋のが風でチンチンって言ってるのかもしれないですけどね。はい、あのいいですか。はい、あの、マロンさんなんですけれども、あの仕事でなかなか注文がありません、改善できるようにメッセージをお願いしますということなんですけれども、まずあのお客様の声をよく聞いてください、あチリンチリンじゃないけどもよく聞いてくださいっておっしゃってますね。でね、あのお客様の声はまずあなたがお客様より下になるというか、あのあのいかがですかっていうようにお客様の声が上からあの来るような感じで、あの、体制にするとあのよく聞きやすいですよ。あので、たくさんの声があった方がその中からいろんなこうチャンスとか、あのいろんなあのまたあの可能性とかいっぱい出てきますから、あの、たくさんの声が聞こえるように聞けるようなあの体制をしていくといいですよって言ってますよ。で、あのそうですね、そうしていくとね、あのその中からどんどんあなたのできるお仕事であったりとか注文であったりとかがあのちゃんとあの含まれていますからっていうことです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、次ですかね。はい、はいはいはい、チリンチリンの謎が解けてませんけどね。チリンチリンは一体どこから来ていたんでしょうかね、うん、はい、チリンチリンじゃないけど、はい、すみません、はい、よろしいですか。はい、ネオさん、皆様こんばんはということで、守護されている方々のをお伝えくださいということなんですけれども、ネオさんの、守護をされている方は、形は、光の玉のような感じでたくさん見えます。どうやらこれは精霊とか妖精とかと言われる方たちの存在にとても似ています。そしてその方たちからは今よりももっと自然に触れる機会を増やしてほしいということで、見えてきたビジョンが緑の濃い山の中が見えましたので、ぜひあのお時間のある時は、そうですね、海よりも山の中であのグランディングをしたり、日差しから漏れてくる光とか緑色とかそういったものを全身に取り込むようなイメージですね。その時に光の精霊も全て自分の中に入るように、そして自分の中がとてもピカピカしてくるイメージを持って大きく深呼吸されて、意識的に、外の方ですね、自然に触れるということをちょっと意識されると、よろしいのではないかなと思いました。以上でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、ね、よいしょよいしょ、よいしょ、はい、よいしょよいしょ、見ておりますね、うん、はい、あかりさんもね今いい仕事してますね、はい、うん、あ、まあ時間がだんだん、あとまああと15分ぐらいですけど、まあちょっと今日遅く始まったから、まあ先生方よろしければちょっと若干5、6分延長するかもしれないけどね、まあ、そういう感じですかね。あ、いいですか。あ、いいですか。はい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 。はい、
ピカソさんなんですけれども、はい、仕事の売り上げを伸ばすために何かメッセージっていうことなんですけれども、まず、どんな時にも必ずね、いいことがいっぱいね、あるんで、今日は本当に美味しいものが食べれてよかったとか、あ、これがよかったとか、もうよかったよかったっていうことをね、どんどんね、口癖にしてね、言っていってください。もう、例えば、すごく走ったけど、走れてよかった。すべてがね、いい方へいい方へね、解釈していくと、本当の意味のいいことがどんどんやってきます。で、そんだけ、どんなことがあってもよかったって言えるだけの体力、気力、そういったことがね、どんどん養われていきますので、そういうしっかりとした器ができた頃には、気がついたら、お仕事の方もしっかりと、したお仕事も、できるようになってますし、よかったよかったっていういいところにはどんどんいいことがやってきますよっていうことです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ねえ、ポリアンナ物語っていうのが、昔ハウス、お子様劇場ですかね、日曜日夜の枠でやってたことがあるんですけど、でポリアンナがよかったっていうのを探すんですよね。よかった探しっていうのをするんですよね。であれも結局ああいうのが物語として皆さんに読まれてるっていうのは、それをすると本当に良かったっていうものを引き寄せますよっていうのをね、教えたいがためにそれをやっぱりあるんだと思うんですね。で、逆、あと経営者としては斉藤ひとりさんという人がいらっしゃるんですが、マルカンっていうね、漢方薬のお店とかをやられてる人ですが、スリムドカンとかで売ってたところですよね。まだ売ってますけど多分。であそこのね、先生、代表のマルカンさんもね、よかったよかったって、ついてるついてるって言いなさいと、そしたら勝手についていくようになっちゃうからって言うんですよね。だからその通りなんですよ。これ経営者だったらね、これ大体いい経営者は実はこれ全員知ってますね、本当はだから経営者がやってることって、なんだろう、呪術的というかね、魔術的というかね、こういうことやってんですかっていうことを結構やってる人いて、実は全部それ聞くからやってるんです、通常自分の思いが叶うっていうのは経営者は知らないと、それはもう役に立ちません。経営者として実は本当に大きい仕事する場合はそれ分かってないとちょっと難しいですね。もう順番が違いますから、仕事してなんか大きくしてるとかじゃなくて、先にそっちですから。私は会社を大きくするとか思ったら来るって思ってるから、思ってそれで仕事をすると、そうすると勝手に仕事、会社が大きくなっちゃうと。順番が逆なんですよ。仕事をしたから会社が大きくなるんじゃなくて、じゃあ会社を大きくしますと自分は決めました。そしたら会社、その後仕事していって会社が大きくなるっていう順番がちょっと逆なんですね。それを経営者の方は気がつかないとやっぱまずいっていうことですよね。なんかあんこさん、うんうんって言ってますけど、そう、うん、それ本当に好きになることですよね、仕事がね、好きなものになれなくてもいいけど、好きなことをするっていうのがいいのかな。喜んで楽しんでしてるとこには本当にいいエネルギーどんどんやってきますよね、はい、好きな人にはね勝てない仕事は、みんなもう好きだよってやってる人のところはもうね、どんどん仕事も来るし、波動もいいしね、で好きだからどんどん仕事しちゃうじゃないですか。いろんないい仕事するじゃないですか。好きな人には勝てないですよね。体力の続くね、本当に楽しんでされるときっとね、いいですよね、はい。だから好きな仕事を選びなさいという、ね、仕事のスピーチャー系の先生いらっしゃるんですけど、あれも道理にかなってるんですよね、本当はね。非常に道理にかなってるってことです。そうす、無理しないってね、はいはい、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 じゃあ、雅子さんいきますね。はい、そうですね、今ユニコさんという方からで、車のことで悪いことが続いています。ポツ違反で切符を切られたり、駐車場で隣の車にぶつけられたりとかって昨日は演出しましたということなんですけれども、これも今テリーさんが話していた通り、やはりどちらかというと悪い方を悪い方にどうしてもつなげて考えて
いるところはないでしょうか。たまたまのことだったのかもしれません。たまたま交通違反の切符を切られた。たまたまぶつけられた。で、昨日は演じたとした。で、やっぱり私たちは、うまくいくことに注目するのが苦手だったりするんですね。で、どうせやっぱりってことで、どんどん悪い方に考えてしまいますので、ぜひこれは別々のことだと。たまたま起こった別々のことが、つながってしまったということで、何か悪いことが起きているのではなくて、たまたまだったということを、まず思ってほしいんですね。で、その、交通切符を切られたりとか、まあ、その車のことでということもあるんですけど、私からそのちょっとスピリチュアル的なことで思うのは、やはりご自分の方に、もう少し愛を向けられたらどうかなと思います。代わりにもしかしたら車が受けてしまっている部分もありますので、私はついている。私は愛されている。ということをもう一度考え直してみてください。そして、この傷ついたっていうことがもしかしたらご自分の投影かもしれませんので、いつも私は愛で満たされていると思ってください。そして、もう怒ってしまったことをこれ以上を引くことはやめられた方がいいと思います。切符を切られたらその切符を切られたんだ。ぶつけられたらぶつけられてしまったんだ。演奏してしまったんだ。そういうふうに話して考えることはよろしいかと思います。決してご自分をお責めになることや悪いことが起こるということではなくて、たまたまの出来事であると。で、そのご心配になる気持ちはとてもよくわかります。その時はやはり自分の中で自分に対する愛が少し足りないかな、少し疲れてるかなということもありますので、そこでやはりちょっとリラックスをしたり、自分に愛を送るということで、好きなこと、好きなもの、好きな時間をリラックスして過ごすということに意識を向けられてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございます。はい、したらさゆりさんポン。はい、セリさん。お待たせしました。ありがとうございます。さゆりさん、同じようなことで年に1回か人間関係が揉めてしまうので、その自分の問題をクリアできて、楽しく心地いい恋愛や人間関係が築けているビジョンをお願いします。ということで、セリさんが、何かそういうちょっとループに入る、ね、ネガティブというか負のループにちょっと入られてしまっていることを今ご自覚されているというね、分かっているけどなかなか抜け出せない、でも抜け出せたいというね、ビジョンとメッセージを、見させていただいたんですが、まずこの、ビジョンに入らせていただいた時に胸がまあ、ぐっとしびれるような感じ、あと頭痛、頭の重さ、なかなかまだこのテーマを怖がられてるというか、まだとどまりたいというね、この中にとどまりたい、ネガティブ、まあ、何かトラブルっていうのすべて悪いようなねことがあるっていうふうに思われがちなんですけれども、トゥデイさんいいですか。あんこさんミュートしてください。あ、すいません、セリさんすいません、続きます。ちょっと抵抗があるようなお体がね反応してるような感じでした、そこでセリさんの中の、サポートのビジョンです。丸い光の電池です。これはまあ大きさどうでも大きくても小さくてもいいんですけれども、この電池は強力です。この光は全てを後押ししてくれます。例えば何かが起きてそれを乗り越えたい、勇気を出したい、ね、本当の気持ちを伝えたいとかいう時に、まあ、どこか
ご自分のか体で痛いところに少しその電池入れてみる、パカッと入れて、そうするとその光が広がるイメージですよね。胸がドキドキして勇気が出ないっていう時には胸にパカッと入れて、バーッとあのエネルギーもチャージみたいな感じで、セリさんの本当の力、本当の気持ち、本当の願いが、言葉や、行動に出せるような、そんな丸い光の電池をビジョンでお伝えさせていただきます。で、あとは、人間関係でいろいろトラブルが起きた際に、まあ、これは一つのヒントでもあるんです。もちろん辛いですし、落ち込んで他に考える余裕がない、体も辛いしっていうふうになるかと思うんですが、ヒントがあるんですよ。よく見てみると、それは、ご自分がなんでそれが嫌なのかとかね、どう思われたかったのか、そのご自分の中の見つめるちょっとチャンスでもあるんですよね。そういうものを少し見ていって、あ、こんなことで私あの引っかかってたんだなとか、それが少しずつ分かっていくと、あ、自分ってこうなんだ、それをあの責めるんではなくてね、あ、こういう個性というかこういうところがあるんだ、ふむふむというようなね、そういうふうに知っていくと、少しずつその怖がっている、その体を締め付けるような痛みが減っていきます。ですので、まあ、初めはこのね、セリさんの中の丸い光の電池をでチャージして、どんどん先へ進まれていってください。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。他の方でできた方いらっしゃいますでしょうかね。いかがでしょうか。はい、今まだ見てる最中ですかね。はい、ということで、そろそろ時間ですけど、まだ持ってるそろそろやめる、うん、はい、やめる感じかな。ということで、あの鑑定士の皆さんね、ぜひ自分の宣伝をですね、チャットの方にお書きください。よろしくお願いいたします。はい、ね、皆さん見ていただいた方、皆さんありがとうございます。 あとポチッとなお願いしますね。 この下のところに、あのテレビ見てらっしゃる方ね、ここら辺の下のところにあのスピリチュアルランキングというボタンがありますので、あのね、よろしくお願いします。ポチッと押していただくと、うちがランキングの上位に行きますので、よろしくお願いします。多分大体2位か3位ぐらいにいつもいるんですけどね、はい、目指せ1位なんですけど、目指1位の壁ちょっとね、どうなんだか分かんないですけどね、はい、頑張っていこうかなと思います。はい、ということで、まだあの、まあ、あと1人ぐらいとか先生方で、ね、見る人がいたらお願いします。もうこれでもう大丈夫だよって方はこれであの OK で大丈夫なんですけどね、はい、ということでよろしくお願いします。あんこさんがなんか宣伝したい、あははは、はいはい、どうぞどうぞ。ミュートだよ、ミュート。はい、ありがとうございます。あの、今週の日曜日なんですけれども、あの大阪城公園、大阪城の向かいにある森の宮というところで、あの、幸せの玉手箱を開催させていただきます。あの11時から本当にあの面白いあの、そう、セミナーとかもあの用意させていただいてまして、ディクシャーもあの無料であの体験していただけます。あとあの本当にいろいろなあの、ワークショップとか、ためになるあの、セッションとかも用意させていただいてます。ぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、宣伝し、はい、どうぞ、はい、宣伝いいですか。はい、かね、いいですか。はい、7月日なんですけれども、埼玉県の、埼玉市、最寄り駅は、JR 埼京線の北与野になります。与野ハウスというマンションの集会所の方で、癒しのミュージアム&断捨離フリマというイベントがございます。で、私はそちらの方にあの出展をあの長くさせていただいているんですけれども、私の他にも、ですね、霊気ですとか、あと生態ですとか
か、あとそうですね、今流行りのオルゴナイトですとか、あとカードリーディングの先生がたくさん見えます。とてもアットホームなイベントですので、来ていただけると楽しんでいただけると思います。で、7月20日はお子さんと一緒に来ても楽しめるように、デジタル金魚すくいという特別企画もご用意しておりますので、ぜひお近くの方、遠くても全然構いませんので、北代の癒しのミュージアムの方に皆さんでぜひ遊びに来てください。私おりますので、そちらの方でまたお話もできます。よかったらぜひお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さゆさんないの？あ、いいですか？すいません。はいはい、はい、7月、ま、ちょっと何度も言ってしまうんですが、7月23日は、平屋さんという、中野、東京都の中野のね、自然食自然派のカフェ、自然のものをいっぱい置いてある落ち着く平屋さん、ま、カフェなんですけれども、そこで1日、体のメンテナンスといって月一の、セッションをさせていただいてますので、ぜひゆっくりね、お茶をしながらゆっくり体を癒されたいという方は遊びにいらしてください。ご予約が確実かと思います。あとは7月26日、これは、浜松町心と体が喜ぶフェスティバル、これはもう大きいイベントなんですけれども、とっても活気がある、イベントになるかと思いますので、また光のメッセージや、ビジョンの、ヒーリング、いつも道しるべは、お伝えさせていただいているだけなんですけれども、もっとヒーリングに特化したね、オリジナルのセッションもございますので、ぜひ午前中ご予約お願いします。お待ちしてます。ありがとうございました。テリさん、以上です。はい、ありがとうございます。はい、ということで、あんこさんがなんかバッチリのこれ貼り付けてあるのかな、すごいね。動かないですね。はい、置いてあるのね、ちゃんと。すごいですね。はい、すぐ来てくださいってことですね。わかりました。はい。ということで、チャットの方の皆さんも宣伝終わりましたかね。大丈夫ですか。まだやってる人もいるかな。ね。はい。ということで、スピーチャー風団、なんかすごいですね、いっぱい来ておりますけどね、あかりさんと、アメタマさんと、アプリコットブレーンさんということでね、来てらっしゃいましたね。ありがとうございます。T さんの映像すごく綺麗になって、ほっぺもピンクもいい。ありがとうございます。まあ、いろいろ調整しておりますけどね。はい、ありがとうございます。ということで、どんどんパワーアップしてるスピリチュアルテレビなんですけどね、多分またスピリチュアルテレビパワーアップしていくと思うね。はい、ということでまた来ていただければと思います。来週もスピリチュアルカンテナありますので来ていただければと思います。それでは、またお会いしましょう。これで私出てるね。さよなら、ということで私さよなら、皆さんもさよなら。ありがとうございます。ありがとうございました。また会いましょう。ポチッとな。
あれチリンチリンって何だったのあれ謎のチリンチリンって、ね、あれまさこさんじゃあれまさこさんと来るからですかね違うのか、あんこさんとこじゃないのか、あんこさんがなんか見られてる時に、はい、なってた。あ、そうですか。もう喋っていいんですか。いや、これエンディングで勝手に喋ってんです。こういうのもありだなっていう。やだな。巻き込んでしまいましたね、皆さんね。はい。これでいいのかな。聞こえます？